さあ、激闘の、AWD クラス、終了しましたが、ね、まさかのベスト4からが総当たり戦っていうね、俺も全然聞いてないんで、もう知らなかったんですけど、面白かったですよね。なかなか、本当初めて見たので、ただみんな相当疲れてましたね。相当疲れてました。ベスト4、もうさすがの走りでね、次は RWD クラスに移るんですが、RWD クラス、ベスト16に残った選手を紹介したいと思います。まずは、吉葉隼人選手と筧義雄選手。で、ポルクリー・ホンサクル選手対梶田俊介選手。で、その次が松崎隼人選手対松下圭介選手。で、その後内藤雄一選手対若杉美沙夫選手。で、吉岡則重選手対高橋茂樹選手。で、高橋武史選手対ティミー・ウー選手。ダブルエントリーですね。で、菊池博史選手対北野仁選手。で、その後塚本浩二選手対関原優選手になります。で、もう始まってんのは、お、開始ですね。まず前、リーダーが吉葉隼人選手。で、後ろに筧義雄選手。アディクション代表ですよ。これはもう西対東なんじゃないですか？これ関西の方はね、それはもう筧さんを応援するでしょう。独立もされて。さあ、どうなんだろうな。どうなんだろうな。そう。吉葉選手もね、ダブルで、4区では負けちゃってますからね。多分悔しいつもり、気持ちだと思うんで、多分 RWD の方にね、かけると思うんで。さあ、どうだ。前が吉葉選手、後ろに、もうアディクションボディでバッチリですね。さあ、どう。吉葉選手、RWD では、唯一の前の吉葉選手が90点台、予選トップです。ただ、こっから若干、まあ、それ昨日の話なんでね、昨日予選トップ通過してるんで、まあ、1日空いてますからね。今日は、まあ、4区もやってましたけど、2区に関しては、まあ、練習、5分のみと。で、お、後ろが、筧選手を取りましたね。さあ、入れ替えで、次は筧選手が前、リーダー。で、後ろに、吉葉選手がチェイサー。あとです。こんな、5.3 対 4.6 なんで、あとですね。まあ、ほぼ5分。ほぼ5分。で、入れ替え。前が筧選手で、後ろが吉葉選手。おお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 。あ、ちょっと、ふらつき、後ろ、吉葉選手、ありましたけど。さあ、どうだ。ジャッジがどうかですね。俺、皆さんと同じように。そう、若干戻りと減速が、後ろの吉葉選手、ありましたが、一本目は僅差。二本目が、ジャッジどうだ。もう一回か？一回っぽいぞ。ジャッジ出ない。まだ出ない。ああ、やっぱそうですね。もう一本ですね。ワンモアタイム、ワンモアタイムです。これ削られるんだよな。メンタル面ね。まあこれさ、筧さんさすがですね。今ちょっと見ましたけど、余裕がありそうな感じでしたけど。で、また入れ替え。リーダー先行が吉葉選手。後ろに筧選手ですね。いい顔してますよ。さあ、東西対決。東の吉葉選手と西の筧選手。さあ、どうだ。そらね、予選トップで90点台出してますからね。1回戦で負けてるつもりはないでしょうけども。筧さんも西の意地がありますからね。あー、ちょっと筧さん、離され気味かな。詰めてきた。ここから。最終で詰めました。そこまで詰めきれなかったかな。これでジャッジが、どう入るかですね。
まあ、肉同士のね、こういうあの大会の追走ってあんまり俺見たことなかったんであれなんですけど、まあ、ちゃんとなってるって言ったらね、あの出てる方失礼ですけど、そうですね、追走なってますよね。で 5.6 対 4.3 で吉場選手がアドバンテージ1本目取りましたね。ただでもこのコンマはまあ若干のアドバンテージになると思うんで、もう五分のつもりで行った方がいいですよね。さあ入れ替えて、筧選手が前、吉場選手が後ろ、さあどうだ、アドバンテージは若干、さあ飛んできた、おー、吉場選手も、あ、入った、入った、入った、入って、結構詰めた、1本目よりは詰めたような印象ですが、若干の接触と、あ、筧さんがそれでゴールのパイロンを倒したのは、どうなんだろう。1本目、ワンモアタイムの1本目でアドバンテージ取ってたのが吉場選手なんで、どうだ、あー、で 7-3 で吉場選手ですね、進出しました。いやー、もう筧さんもね、忙しい中来てね、ちょっと練習してここまで来るわけですから、関西の意地は見せれたと思います。さあこれで、吉場選手が、ベスト8ですね、ベスト8進出です。でさっきあの総長がで、ベスト8残ったら、次のシード権もらえるみたいに言ってたんですけど、なんか、ベストグランドファイナル4、ベスト4は間違いなくシードもらえるらしいんですけど、ベスト8の時点では、まあ、予選の結果とベスト8の戦いぶりを踏まえてなんか得点をつけるらしいんで、俺はまあ、何言ってるか分からなかったんであれなんですけど、多分後でリザルトが出ると思うんでね、そこでずらっと、ベスト8まで出ると思うので、そのベスト8見事残られた方は、来年のアジア選手権、のシード権が得られるらしいので、そう、俺も総当たりなんかも聞いてなかったですからね、聞いてないというか、まあ、まあ聞きもなかったんで、まあいいかなと思ってるんですけど、でも面白いですよね。これで今やってんのが、ポルクリ・ホンサクル選手、前の梶田俊介選手、今リプレイが出てます。でもやっぱ今さっき AWD クラス出てた、ベスト16残った選手聞いたんですけど、やっぱグランドファイナル4を見るとやっぱ残りたかったっすみたいな、そうっすよね、そう残りたいよね、かっこいいもんだって。あ、今が、梶田選手がアドバンテージ取りましたね。やっぱこれね、映像を見ちゃうと残りたいっすよね。ただそれでもほんの一握りですからね。でもここまで残っただけでもすごいっすよね、皆さん。さあ入れ替えで梶田選手が前ですけど、あ、サクル選手も行きますね。クリホンサクル選手、この選手がタイだったかな、そうですね、タイからの参戦ですね。大変な時期なんですよ、国がね、タイでは。それでも来てくれる、ありがたいじゃないですかね。あー、来ました、梶田選手が日本代表勝ちました、勝ちましたね、まあ、勝負事ですから。1回戦で勝ちた。さあ次が松崎選手と松下選手の対戦となります。これ松崎選手、まあ、さっきねちょっと話してましたけど、そのスイッチでね、さっきまで4区であんだけ追走やってたわけですから、いきなりこれ2区なんでね、この辺どうなんだろう。さあ対する松下選手もRC アートです。俺のパイセンですから。杉浦さんの相方です。松下選手が後ろ、チェイサー。前がリーダー、松崎選手。
びっくりっすね。松下選手。松下さんですね。もうさん付けですよ。先輩なんで。松下さんが出ちゃうの、すげえな。さあ、これで、前が松崎選手ですね。結構ちぎりましたね。結構開いちゃった。これ松下さん、松下選手。まあ、昔からすげえ世話になった人なんですけど、あんまね、ラジコンがっつりやってるようなイメージはなかったんですよ。まして大会とか出るような方っていう印象はないんですけど、見事こうベスト16残られてますからね、相当練習されたと思うんですよね。これもだから西対東ですよね。東西対決。さあどうだ、キッカー入れ替えて、で前が松田選手、後ろに小崎選手。さあどうだ、スピン松下さんか、今焦っちゃったんすかね。まあ、結構距離は空いてたんですけど、後ろから松崎選手が詰めてきたんですよね。その時につい、そうだよな、松崎選手がベスト8進出です。肉の場合はやっぱスピンがね、やっぱ四駆に比べてスピンしやすいですから。さあ次は内藤選手が前でリーダー、後ろに若杉選手。このスタンバイ時のこのカメラの映像をね、やっぱ写真にしてほしいですよね。結構今見た感じお互いリラックスされてますけど、内藤選手、名古屋ですね。さあ前が内藤選手、後ろに若杉選手ですね。さあ1本目。さあ戸選手も飛ばして、ここから詰めれるか詰めれない。ただ前走は単走ラインなんでね、この辺も審査対象になってると思います。審査席前のクリップには届いてはなかったですけど、距離もそこまでは詰めれてなかったです。ああ、5.3 対 4.6 ですね。前、内藤さんがアドバンテージ取りました。ただこの辺、僅差なんでね、すぐひっくり返っちゃうかもしれないんで、入れ替えで次が若杉選手。前の後ろに内藤選手ですね。さあ、若干のアドバンテージで入れ替え。あ、ちょっとスタート時接触あったけど、続行ですね。そのまま続行。続行で距離が空いたまま、そのまま審査終了ですね。もうすぐリプレイが出ますからね。1本目が僅差で、内藤選手アドバンテージ取ってましたけど、2本目、6-4 で若杉選手ですね。若杉選手がベスト8進出です。いや、 RWD もなかなか見応えあるっすね。さあ次が、吉川選手と高橋選手。リーダー前が吉川選手、後ろにチェイサー高橋選手ですね。結構緊張してますね。まあそりゃするよな、これな。この極限状態での追走ですからね。まして肉ですからね、スピンしないように。いや皆さんすごいっすよこれ。ちょうど操縦席の真ん前にギャラリーがずらっといますからね。さあどうだ、
前の吉川選手が逃げ切った感じですね。差は詰めきれない。うん、これは前が取ったんじゃないかな。そうですね、6.6対3.3 なんで、ほぼまあ7-3ですね。7-3で吉川選手アドバンテージ。でもここで気は抜けないですからね。まあ下手に色気出しちゃってビタビタでいってやろうみたいになっちゃうとね、またスピンとかってなったりするんで、まあでもこの辺はね、吉川選手、まあ、結構大会とかも出てますから、その辺は心得てると思うんですよね。さあどうだ。ああ1本目のライン、ああいいですね。さあこれは詰め切れないかな、詰め切れないかな。決まったかな。決まりましたね多分ね。ああ来ましたね。どっちももうほぼ 7-3 で吉川選手取りましたね。いやでも高橋選手もね、これもう残ってるだけですげえんすから。お、次は東北のカリスマ高橋選手と、こちらもダブルエントリーティミーユー選手ですね。これも4球団だけやってすぐに行くですからね。さっきの正木選手もそうですけど、ただここはもうカリスマですから、竹石さん行くっしょ。やっぱどうしてもね、日本対他の国だとちょっとどうしてもね、日本選手応援したくなっちゃいますよね。さあこれは楽しみ楽しみ楽しみ。さあどうだ、前が選手、後ろがティミー選手で、今竹下スピンしちゃった。これでも押されてないの。これは押してない。あーでも、あーこれうわやっちったかー。うわー10-0かー。10-0で後ろのティミー選手が取りましたね今。うわー悔しい。頑張って10-0ですからね、もう行くっきゃないっすよね。入れ替えで前にティミー選手、後ろに高橋選手。さあどうだ、でも10-0ですからね。あーまあだー、やっぱひっくり返んねえよな10-0は。あーまあねー、いやー期待したっすけどね。まあでも高橋選手が一番悔しいと思うんですよね。あーティミー選手だな。いやでもすごいっすねティミー選手ね。いやーこれー高橋選手もね悔しいだろうな。ここまで来てね、ベスト16まで残ってスピンでね敗退ってんな、悔しいだろうな。さあ次が菊池選手と後ろに北野選手ですね。もうあと2つっすね。もうあと2回第7組なんで、あともう1組でベスト8になっちゃいますからね。早いなぁ。前が菊池選手、後ろに北野選手。ティミー選手もね、さっきやってたのにもうすぐ肉に切り替えて。さあどうだ。そしてこっから、ああ危ない、後ろ危ない。ああ持ちこたえた。今後ろ北野選手ですかね。
スピン仕掛けたんですけど、なんとか持ち出しましたね。やっぱここまでね、ベスト16まで来て、10-0 でアドバンテージ取られちゃうと、なかなかひっくり返すの難しいですよね。スピンなんとか回避しました。それで6-4ですね。6-4で先行取りましたね。次が入れ替え。あ、今後ろが取ったのか？ 6-4 で、北野選手が取ったんですね、今ね。さあ、次が入れ替え。北野選手が、前ですね。で、差は詰まらず、ちょっと離れちゃったかな。あ、結構離されちゃったっすね。あ、でもしっかり菊池選手ちゃんと詰めようとしてますもんね。あんだけね、離されちゃったらもう焦って握っちゃうところでしたけど、すごいな。もうフェアプレーですよ。握手してね。素晴らしいじゃないですか、これ。で、北野選手が、行って、これが、ラストですね。ベスト16のラストです。前が、塚本選手。後ろに、関原選手です。あ、これも、東西対決でしょ？塚本選手ね、俺シフトの、予選会見ましたけど、すげえうまいぜ、この人。で、片や前回チャンプですか？キリンさんですかね？さあ、ガツコンさん、これ面白そう。東西対決。おー、入れるか？入らせない、入らせない。後ろになんとか入らせなかったけど、ジャッジはどうなんですかね。あ、かっこいい。二人ともかスローかっこいいですね、これね。かっこいい。で、あ、もうそれは詰めたところですね。6-4で後ろの関原選手がアドバンテージ取りました。次入れ替えで、前が関原選手ですね。後ろに塚本選手。塚本さん頑張って頑張って頑張って。さあ、どうだ。変えて、関原選手が1本目をアドバンテージ取りました。入れ替えて、どうだ、やりかすか。あう、こう、うめえな、2人とも。あー、これどうなんだろう。これ、もう、あ、これいいじゃん。どうなの？もう一本？もう一本？あんのかな？あ、5分か。いやー、さすがですね。関原選手、ベスト8進出です。いやー、塚本選手もかっこよかったな。かっこよかったな。いや、見応えありますね。見応えありますね。で、これでベスト8が、決定ですね。吉場選手、梶田選手、松崎選手、若杉選手、吉川選手、ティミー選手、北野選手、関原選手。さあ、もう早速っすね。次が吉場選手、前の後ろに梶田選手。これ、梶田選手は、横もなのかな？さあ、前が吉場選手、後ろに梶田選手。ああ、早い。吉場選手早い。ああ、ちょっと、後ろの梶田選手、接触、ブロックに当たったように、ああ、リプレイすぐ出ちゃう。どうなの？当たった？当たってる、当たってる、当たっ
ちゃってるよね、これ。あれぐらい。あ、やっぱ 10-0 当たって。ねえ、もうすっちゃうぐらいが、かっこいいんじゃないのみたいな。まあ、ルールですから、ルールですからね。あんなの実写だったらもう火花バチバチ出てるとこっすよ。でもルールですけど。触っちゃったらダメ、0点。コースアウト扱い。やっぱこれでも 10-0 でひっくり返すの厳しいよな。うわ、それでも行く。アドバンテージあっても、吉場選手行く、行く、おい、行く。いや、気持ちいいですね。10-0 でも、攻めるもんな。今日乗れてんのかな？調子いいんすかね？まあ普通ね、安牌で走っちゃえば、もう 10-0 のアドバンテージついてるんで、勝ち上がり決まってるんですけど、あ、もう5分まで持ってきましたね。で、吉場選手が、グランドファイナル4、あの舞台に立つわけですよ。さあ、次が、松崎選手と、若杉選手ですね。すげえな、ここまで残っちゃうんだもんな。さあ、楽しみ。前が松崎選手、後ろに若杉選手ですね。緊張しますよね。これ結構、まあ、組み合わせ順でね、待ち時間もあるんで。さあ、前が松崎選手、後ろに若杉選手。あ、ちょっと離されちゃったかな。ちょっと離しちゃったかな。やっぱ速いのかな、松崎選手。ちょっとね、振り出しのとこで若杉選手がちょっと出なかったのかな、出なかったのかな。そこでちょっとね、2コーナーのとこで置いてかれちゃったんですよね。あ、でも5分 OK。 これで入れ替えで若杉選手が前、後ろで松崎選手。スピンしないようにね、これ焦っちゃうとあれですから。さあ、5分で入れ替えですね。さあ、どうだ。前が若杉選手。1本目は5分ですね。そこから、振り取って、飛ばして、引っ張らないように。ああ、結構入られましたね、後ろに。ジャッジがどうなんだ。腕で。あ、でもしっかり飛ばしてるんですよね。グリップちょっと出ちゃって、中に入られちゃったけど。点差、アバンテージで松崎選手が取りましたね。まあ、くじ運もありますけど、組み合わせのね、巡り合わせ対戦相手もありますけどね。まあ何遍も言いますけども、ここに残ってる時点ですごいですからね。さあ、次は吉川選手とティミーウー選手ですね。すっげえな、これ松崎選手とティミー選手も4区と2区でもここまで来ちゃうんだもんな。吉川選手、フランキーさんです。フランキーさんどうかな、頑張ってほしいな。どうだ。さっき吉川さんも来てましたからね、パルのね。吉川選手はパルがホームですから。おー、ティミー選手も結構行くな。結構ついたぞ。中入られたんじゃない？いや、結構吉川選手もね、いろんな大会とかで活躍されてるんで。今入られてるんで、これどうなんだろう。ジャッジが出ると思います。6-4で後ろのティミー選手が取りましたね。フランキーさんやべえ、どうなんだろう。今ので 6-4 でしょ。もう一回やり返していけねえかな。さあ、
吉倉さんも多分どっかで見てると思いますから、どうだ、いけ、フロキさんいけ、いった。あ、ライン的には後ろが良かったんだけど、結果結構間隔は空いちゃった。どうなんだろう。でも先行は単走ラインのはずなんで、前のティミー選手より吉川選手の方がしっかり単走ラインは通ってるんですよね。クリップもしっかり取ってるんで、これあ、もう重たい、もう一回、もう一回だ。面白いですね、面白いですねこれね。で入れ替えです。吉川選手が前、後ろにティミ選手。どうなんだろう。まあ、基本は単走ラインになるんでね。さあどうだ。さあ前が吉川選手で後ろがティミ選手。あ、若干あったけど、そっから3コーナー飛ばし、こっから、あ、でもフランキーさん、あ、かっちりラインはいいんじゃないですか。でティミ選手も止めましたけど、あ、スタート時に接触が今リプレイで流されてるんですけど、それにも負けじとバツンとクリップ結構深いとこ取ってますよ。これどうなんだろう。あー、ダメなんだ。あー、ティミ選手がアドバンテージですね。 5.6 対 4.3 なんで、まあほぼ5分かな。どうなんだろう。村木さん頑張って、止めで入れ替えです。吉川選手が後ろ、前がティミ選手。おー、来た、入った入った、ちょっと入ったけど、どう、もう一回、もう一回になるんじゃない。どうなんだろう、どうなんだろう。入ってるもんね、結構入ったもんね。やだ、もう一本、もう一本、もう一本。あちいな、これ。これでも、ティミー選手もすげえな。これさっきの4クルーのとこから数えても何回やってんだっつう話ですから。ただまあどうしてもね、日本選手応援したいですよ。さあ、どうだ。次が、もう一回入れ替えで、吉川選手が前、後ろにティミー選手ですね。さあ、どうだ。飛ばし。あ、あ、倒しちゃった。パイロン。今、リプレイ。パイロンだけだったら減点だけで済むんですけど、壁ドンしてたら0点、コースアウト扱い、当たってる。当たってる。超当てたウィングが。うわー、これ、あーだよな。10-0。ティミー選手です。うわー、そう、ウィングがね、壁に擦ってるんですよ。だからもう攻めてんすよね。ただまあルール上、もう接触があった時点で、もう 10-0 になっちゃうんですよね。オランキさん、いっちゃえ、やってれ。お、いった。あ、やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。もう最後もパイロンなぎ倒していきましたからね。うわー、フランキーさん悔しいなー。うわー、これまあ決まっただろうなー。 10-0。 あー、ここでね、その後パイロン1個、2個みたいな。あー、あー、そうだな、これ行っちゃうでしょ。うわ、ティミー選手すげー。これ確定です。残る一枠が、北野選手と関原選手、グランドファイナル4。
で、グランドファイナル4から総当たりですからね。お、北野選手。と、関原選手。北野選手が前です。後ろが関原選手。そう、結構ね、前の組でサドンとか続いちゃったりして、待つ時間が長くなっちゃうんでね、その辺の準備の仕方とかも結構あるんで、いきなりね、操作ミスで、まあ、肉なんで特別ね、なおさら、結構間が空いた後、プロポ握って操作できるんで、で、まあ大丈夫かな、この辺だとね。皆さんね、それぞれ残ってますから。さあ、どうだ？選手来て、炭素ライン、しっかり、あ、しっかりいってる。あれ？あ、一個倒しちゃった。あら、先行前の北野選手。いや、結構深い位置で取ってたんですよ。ガツッと入ってたんですけど。いいじゃん。ここで、あ、ちょっと、あ、内に入っちゃったんだ。あら。あら、らら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 ら。これで減点になっちゃうのか。いや、結構いい勝負かと思ったんですけどね。アイロン倒したので、うわぁ、9-1。ほぼ10-0で、関原選手アドバンテージで次入れ替えですね。前が関原選手、後ろが北野選手。もう行くしかない。北野選手はビッタビタで行くしかない。行け。おお、行ってる。おお、行ってる行ってる。ああ、いってる、攻めた。いや、素晴らしいんじゃないですか。いい追走です、いい追走です。おお、かっこいいリプレイも。関谷選手もかっこいいっすね、これ。固めで。くぅ。ああ、やっぱね、2本目は取ってますけど、1本目のアドバンテージ、地球があったんで、関谷選手は。さあ、これで役者が揃いましたね。グランドファイナル4進出者が、吉場選手で松崎選手でティミー選手で関原選手。もうグランドファイナル4のうちの2名が AWD にも残ってるっていう、すごくないっすか。これダブルエントリーで、あ、映像かっけえ、これ。関原選手ですかね。かっこいい。ライトがちょうどね。いいな、これ。これ写真欲しいな、これ。これ、ロディさん、撮ってんすかね。いや、でもこの位置、ロディさんいなかったもんな。かっこいい。そらね、この舞台、ね、これ見ちゃうと、出たいっすよね。もうグランドファイナル4からもうカメラ独占になりますからね。先頭が今吉場選手なんで独占中です。あれでも、あ、今ティミ選手が車検受けてるんですね。96、そう、バッテリー交換があるとその都度車検を受けなくちゃいけないので。ただでもティミー選手そうですよね、 AWD でも、まあ、多分バッテリーは同じの使い回してると思うんで、そりゃバッテリーもなくなりますよね。OK そうですね。大丈夫かな？車検も。OK ですね。OK ですね。さあ、これでスタンバイ OK で。吉場選手対、松崎選手ですね。チーム横も対決ですね。
そうだ、こまたチーム横もじゃんこれ。いやまあまあいいんですよ、いいんですけど、いやここはもう関原選手ね頑張ってもらって、前同じねチーム横も優勝しちゃったらあんまりね面白くないですから、なんとかストップザねチーム横もなってもらいたいです。次か同門対決ですからね。これでもこの2人で結構大会とかでもやってないんじゃないですかね。吉場選手前の後ろが松崎選手。おーおーおおいい、これどうなんだろう。前単走ラインとしては前走吉場選手の方が行ったんじゃない？深く行って、そう、松崎選手も後半詰めましたけど、ライン的にはだけど、ああ、どうだろう、これ後ろが飛んのかな？飛んのかな？あ、そうだ、出ないんだ、出ないんだ。グランドファイナル4からは、裏表やった後で点数が出るんで、わかんないんですよね。アドバンテージとかが。さあどうだ、前が入れ替えで松崎選手、後ろに吉場選手。あ、ここも近い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 、同時っぷりじゃない今。近い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 、うわこれでもどうなんだろう、わかんねえな。でも同時っぷりだから吉場選手の方がた気もしますけど、ジャッジがどうなるかっすね、これ。もう一回？もう一回かな？僅差なのかな？どうなんだろう。こう選手も待ってますからね。だから分かんないんですよ。2本走り終えるまで。出るかな？また出ない。うわ、どうなんだろう。だろこれね、外から聞こえちゃうんですよ俺。どんだけだろう。あー来た吉場選手一勝。そうですよね、これそう総当たりですから、とりあえずそう、ここで終わりじゃないんですよ、総当たり戦になるんで。これいいっすよね、ここで負けて終わりじゃないですから。だからまずは吉場選手が星1つ1勝目を取ったってことなので、だから松崎選手も全然挽回できちゃうんですよ。で、次がティミー選手と杉原選手。杉原選手頑張って。ボディがかっけえもんな。いやーこれドキドキすんな。で、次が総当たりですからね。さあ、いった。ミ選手、後ろに関原選手。お、ついてる。最初からついてる。関原選手、すげえ。あ、でもちょっと、ラインちっちゃくなっちゃったけど。これ、どうなんだろう。結構ね、振り出しのとこから距離は近いです。そのまま行って、ただ後ろなんで、ちょっとね、うちに、後ろの関原選手がインに入っちゃって、で若干の接触で、あ、パイロン避けましたね。すげえ。あれで倒しちゃったら多分減点になってたと思うんで。あ、そうで、出ねえんだよ、出ねえんだよ、まだ出ねえんだよ。これね、裏になってから出ますから。次入れ替えで、前が関原選手。後ろにティミー選手ですね。どうなんだろう。でも結構関原選手、言ってたんで、前の走りちょっと見たいですよね。どんな感じなんだろう。あ、ティミー選手も、あ、ちょっと、ライン間違いで接触、どうなんだろう。今、後ろのティミー選手が、後ろなんですけど、
LINE をインの方に入っちゃって、木原選手と接触、これでも LINE、 関原選手は単走ラインで走ってたんですけど、まあ、ティミー選手が、まあ、インチョロ気味で中に入ってきたんで、今 LINE がだって違うもんな、来んのか、あ、いた、関原選手行きましたね。木原選手が一緒、一緒です。でもここで終わりじゃないですかね。次が、吉場選手、前の後ろがティミー選手です。いや、関原選手いいですね、かっこいいですね、かっこいい。一人だけライトつけてますからね、目立っちゃう。次が吉場選手が、リーダー前で、後ろにティミー選手。いや、これでもティミー選手も松崎選手もですけど、相当メンタルタフなんじゃないですか。すげえやってますからね、追走。これでもやっぱりスピンコースアウトないですからね、すげえ。さあ、吉場選手。あ、でも、詰めてくる。あ、吉場選手がティミス選手、ついてきますね。あ、これどうなの？いや、吉場選手がね、結構引き離すかなと思ったんですけど、ティミー選手がね、詰めてきました、間を。どうなんだろう。これ、後ろが取っちゃう。あ、いや、そうそう、出ない、まだ出ない。裏表やんないと出ないから。そう、ここでね、1本目でどっちがアドバンテージとかっていうと、心の余裕とかも出るんですけど、裏表2本やるまで得点が出ないんでね。さあ、どうだ。後ろが吉場選手、前にティミ選手。あった、吉場選手も、いやー、攻めるな、これ吉場選手。たか、いやー、すげーな、吉場選手も不明や、これ。おーおーおー、さあ、ジャッジがどうだ。あ、吉場選手行きましたね、1本目も2本目も取ってましたね。ってことで吉場選手が今2勝です。2勝取りました。で、その次が松崎選手と、関原選手ですね。関原選手は1勝してるんで、ここで松崎選手に勝つと、星2つで吉場選手と並びます。リーダー前が松崎選手ですね、チェイサー後ろが関原選手です。さあ、どうだ。あ、あれ、今、あ、関原選手パイロン1個倒しちゃったんじゃない。リプレイ2コーナーの、あ、1個かな、1個だけ倒しちゃって、これが減点になるので、で、結構前との差も離されちゃったので、さあ、この辺で次入れ替えですね。前が関原選手で、後ろが松崎選手。ここでまさかの、まあ、これぐらいのね、ドライバーでもやっぱりにあるんですね、こういうことがね。さあ、どうだ、前が関原選手。ああ、松崎選手最初から近い、結構近い、入ってる。うわ、これはいったかな。もう振り出しのとこからね、結構松崎選手
詰めてましたからね。そのまま距離も変わらず、しっかりラインもパリも大さず、こうなるとどうだ、多分ジャッジが出て、あー、マゼ選手ね、 6-4 で1本目2本目ともに取ってましたね。ってなるとここで吉場選手が今2勝で、リードしますね。で、松崎選手と関原選手が1勝ずつです。で、この後、吉場選手と、あ、そっか、関原選手ですね。その関原選手が連続で、ここで吉場選手が勝つと、決まっちゃうのかな？今そうですよね、吉場選手は2勝してるので、これで関原選手に勝つと、あー、でも関原選手も、うわー、どうだ、関原選手も食らいついていきましたからね。詰めてるけど、ちょっと後半にまた引き離されちゃった。で、ここで入れ替えですね。吉場選手この時点で次はもう出走はないですから、もう実質ここが優勝をかけた一戦ですからね。さあどうだ、後ろ吉場選手、うわー、吉場選手、いや、いった、うわー、いった、うわ、ラストハゲ、いった、すっげえな、これ、うわー、吉場選手、相当、あー、いった、うわー、くー、選手ね、あれ結果出ねえの、出さないの、いやでも今の、あー、いっちゃったのかな。いやでも関谷選手すっげえな、やっぱりかっこいいもん。で、これが、グランドファイナル4のラストですね。松崎選手前の後ろにティミ選手、すげえよ。でもこの2人はずーっとやってんですもんね、水槽ばっかり。松崎選手、あ、早い、あー、でもティミ選手もなんとか、あー、でもついていけない。これは前が取ったのかな。松崎選手も緊張するみたいなことをちらっとさっき周りから聞いたんですけどね、あの松崎選手でも緊張しちゃうみたいな、今頃ご飯のこと考えてるかもしれないですからね。これで入れ替え、いやー、ほんとでもこの2人はすげーわ、ダブルエントリーでここまで残ってんすからね。さあ次、前がティミ選手、後ろ松崎選手で、うん、ちょっとラインが後ろがちっちゃかったけど距離は詰め詰めになりましたね。どうだ、うん、ちょっと後ろの松崎選手のラインがちっちゃかったかな。で、一旦接触もありましたけど、あー、ワンモータイム。ワンモータイムですね。まあ、ほぼ五分五分ですね。一本目、二本目も、まあ、ほぼ五分ですね。すげえよ。またワンモータイム。ほんと、何本やんだよ。もうすげえな。お互いミスしませんからね。
で、前が松崎選手、後ろがティミー選手ですね。固まった？固まっちゃってんの？ここで固まんじゃねえよ。いやー、熱い。面白い、追走。さあ、リプレイから。お、選手にも、あ、結構詰めたな、今。もう手汗半端ねえだろうな、こんなのもう。びっちびちゃになっちゃうんですよね、こんなのね。さあ、入れ替えて次がティミー選手、前の後ろが松崎選手。これが最後になるのかな？それとももう一本かな？さあ、二本目。ティミー選手前、後ろに松崎選手。おー、いってる。おー、我慢して、我慢して。あ、あら、松崎選手、パイロン。倒しちゃった。後ろで結構詰めてったんですけど、一番最終コーナー。で、後ろで中入りすぎちゃって、イン側のパイロン倒しちゃったんですね。あら、これどう響くんだろう。これどうなんだろう。でもビッタビタだったっすけどね。どう？あ、ワンモタイ、ワンモタイ。二本目がティミー選手が取ってたんですね。だからあのパイロン倒すのがなければ、いやそらミスりもしますよね。でも結構ギャラリーも湧いてますから。もうこれ何本目？いやすっげえな、これ終わんねえんじゃねえかこれ。さあ、前が松崎選手、後ろにティミー選手ですね。お、単走、前走、しっかり単走ラインできましたね。フリッパーちゃんと取れてたんで、これは前がアドバンテージ取ったんじゃないのかな。そう、2本目終わるまで分かんないですからね。で、入れ替えて、先行前、リーダーがティミー選手、後ろチェイサーが正木選手ですね。さあ、どうなんだろう。さあ、次入れ替え、前がティミー選手、後ろに松崎選手来た。で、さあここで、うん、入って若干接触、パイロンタッチもない。1本目よりかは距離は松崎選手が後ろの方が近かったように思いますけど、ライン的には、あーでも、あーそうだよな、これはでも行ったんじゃねえかな。あー、パイロンタッチもあったんですね、後ろの松崎選手が。もう終わんねえのかこれ。終わんねえ、追走。あー、出た、松崎選手行きました。これで星一つなので、これで全試合が終了となりましたので、後ほど、表彰式にて、発表されると思います。皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。この後俺の放送あるかどうかわかんないですけれども、一旦俺も休憩させてください。ありがとうございます。